どうもー、白ドラ大好きクラブ西久保アナでーす。そして大竹です。オカビです。ミサノコです。ミプリンです。3人合わせてトゥルースターズです。よろしくお願いします。はい、はい、ということで今回のスクスク白ドラ養成所は第2回スクスク白ドラ実力テストー、よいしょー、ということでございまして、今回久しぶりのお勉強会でしたね。はい、前回やった内容覚えてますか？3人転生とドラゴン。はいはい、そうなんですよ。そういうことでございます。前回のテストの結果とかも覚えてる？私、あれ一番良かった気がするんですけど。ああ、そうだったかな。どんぐりの性クラブの中で。あ、まあ、そうね一番良かった。そうね、確かにそんな感じだったかもしれない。で、気がする。一番ダメだったのが実際の子か、はい、罰ゲームしてた。そうね、罰ゲームみたいなのもありましたよね。イラストだけで点打つ、うん、そうそう、稼いだけど届かずっていうね、他が全然ダメだったということだったんですけれども、はい、今回のテストの試験範囲はこちらです。2コストキャラ、まあ、キャラのコストが2のキャラクターを全般というところを出題範囲として事前に3人には、まあ、お伝えちょっとちらっとしていたというところでございます。そして今動画のね収録事前に筆記テストまた受けていただきました。3人受けましたよね。はい、はい、受けたかどうかの記憶もなくなった人がいます。いやいや、まあ、ミポリもねしっかり埋めてましたよね。あ、まあ埋められはしますよ、字は書けるんで埋めはしたよってことね。とりあえずね埋めたよねってことです。はい、いろいろちゃんと埋めたけどというところなんですが、簡単なものからねちょっとマニアックなものまでいろいろな問題あったんですけれども、これから3人の回答を、みんなでチェックしていこうかなというところでございます。はい、動画の終わりには採点結果も発表いたします。そちらもね、3人お楽しみにしていただきたいなということでございまして、まあ、今回だからちょっともう私も塾講師っぽくね、採点していくよというところでございます。はい。さあ、それではまずはこちらの問題出ました。皆さんもぜひとも、これどういう答えかなっていうのを考えながら、ね、見ていただきたいなというところでございます。まずは第1問こちら。リザードマンの最大召喚数は、いくつでしょうか？いうとこでございました。はい、まあこれは結構基本の基本ですよ。簡単じゃん。もう要するに、最大召喚数もうだって一番最初に手に入るからね。そうそう、だってオークかリザードマンかってね、どっちも召喚数一緒だしね。そう、もう2コストのキャラといえばもうリザードマンかオークっていうことですからね、まあ、もちろんあの答えられるというところでございますか。はい、まずオカピです。はい、はい、オカピこちら、はい、リザードマン最大召喚数8。正解です。はい、素晴らしい。まあ、まあ8よな。まあ普通に8だと勉強し直しました。まあ8ということはまあまあ基本中の基本かなというところでございますけれども、じゃあミサノコ見ていきましょう。ミサノコこちら、はい、4。少なすぎるやろ。かけてなかったな。いやいや、かけ、いや、かけ、いやいや、いや全然2コスト4体はちょっとさすがにあのリザードマンやったらちょっと少なすぎるやろ。確かに。はい、いうところでございますけど、まあミッポリもはこちらですね、6。いや、ちょっと足りへん。欲しい。これも足りてへん。はい、ちょっと普通よりは多いけど、ね、なんか多かったんだよなと思って、でも欠にしちゃってて、はい、あんま最近使ってないか分かんない。まあ、使ってないキャラっていうのは確かにあるけど、ね、まあ、あるかもしれない。力も出てくるからさ、何だよく分かる。だってね、この召喚数覚えとかないとさ、なんとなく多いっていうのだけ。そうね、だから多分ウィッポリンとかミサノコなんか4体か6体出てきたらもういないかなと思っちゃうけど。できったかな。そう、できったと思っちゃうのはよくない。やばい。はい、だから召喚数っていうのもこれ覚えておいてください。そしてお次、最大召喚数、じゃあ3のコスト2のキャラは1つ答えてくださいということでございました。まあ何体かいるんよね。いますね、はい、コスト2で3体、ね、そうですよね。はい、じゃあこれ見ていただきましょう。オカピかな、はい、オカピこちら、フォックス。フォックス正解です。はい、素晴らしい。3体出ますよね。ここまではちゃんと勉強してます。あそうか、オカピは8も答えるとフォックスも答える、はい、素晴らしいですね。範囲は当てれてましたね。そしてじゃあ次見ていきましょうか。こちらミサノコです。じゃん、マタンゴ。違います。マタンゴはその最大召喚数は3じゃございません。はい、5体です。5体まで出ます。5体なんですけど、まあ、例えばアビリティつけると2体の召喚数増えたりとかね、7体じゃん、7体になったりとかする、そういうのもあります。イリバッチになったら6体、ね、みたいな感じの、ね、いろいろありますね。はい、いうことです。そして、ミッポリですね、ゴブリン UFO。 フォックスはまた違いますけど、こちらも正解。正解。はい、素晴らしい。これ、分かんなくて、おいやー、分かんなくて、ゴブリン UFO が4
5とか出てきたら嫌だなって思ったんですよ。まあまあそうね、確かにそれはあります。2のポスト2の中ですごい消去法を探した。なるほどね、こいつ5体出てきたらやばいみたいな。なるほど、4体はちょっと捨ててたけど偉いね。そうそう、なるほどな。でたどり着いたのがここに。素晴らしいね。これもだってリーダーとかニジバーチとか変わってくる。ああそうね、そういう召喚数変わるっていうのもありますから。ちなみになんですけど、これちゃんとね、ポスト2のキャラクターちゃんと羅列してるの。あ、そうなの、わかんない、暗いバーって書いてるから、さっき言ってたようにポスト2のキャラこの中からどれかなって引っ張ってくるみたいなのができますから、ニコに非常にちゃんと抑えれたのかな、うん、やればよかった、それありますよね。でも覚え出せないの結構あった。うん、はいはいはい。お次、ヌボボの、スキル名はという問題でした。もう皆さんもうね、こうやって手元でヌボボがもう大好きみたいな感じでいつも前からヌボボってやってますから急に起き出してね。もうそれはもうもちろん急に私関係ないですけど、もちろん分かるはずなんですけどね。まずじゃあオカピから見ていきましょうか。オカピこちら、はい、ポンポコタヌキちゃうね。絶対違うね。ヌボボ、これタヌキを持ってた。お前似てないよね。なんかおへそっぽいじゃん。あ、そういうことね。違いますよ。こう殴ってる時があのポンポコなりそうな感じの。いや、なるほど。違います。テニスのだけでお腹が出てくる。違うのよな。そしてじゃあミサノコ見れます。はい。盗み食い。違う。横から取ってくってる。盗み食いって何なの。なんかそんな癒やしいキャラクターに見えたもん。いや、何かをつまむか何かを出すか、なんかそういう系な感じがして、はい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 、うん、いやいや、イメージってことね。太っちょ剣士とかやったらまだ分かるわ。いや、ヌボボはこんな盗み食いするキャラクターじゃないんですけどね。かわいそう。さあ、ということで正解は、こちらの2本ですね。はい、宝落とし、素晴らしい。すごい、宝落としってなかなかちょっと難しい、覚えづらいとこあるから、いや、これちゃんと覚えてたら素晴らしいですね。なんかヌボボが戦ってる時に、うん、なんか黄色いお金みたいなのをめちゃめちゃこう宝落として投げてると思って、そうそう、え、何銭投げすんのと思って、銭投げ銭型兵士みたいな、銭投げみたいなスキル、あ、すごい。あ、でも気になって調べた時に覚えました。あ、偉いです、素晴らしいです。ちょっと物語があったんですよ。開口戦の効果はということで、開口一番に攻撃する。ダジャレ口開いてる。いや、違う、その開口の意味が違うのよ。オグリユーカーだと思わなかったから。そこからね、誰のスキルかなって思って、っていうところだった。作り出した分身の名前はと、よりしろ。なんでちょっと怖いねんな、表現が。呪いだから、ちょっと怖い感じ。そうね。シマリスのスキルが発動した際、敵キャラの設置物、そういったものがある場合、その後どうなるでしょうっていう答えですね。弾ける。ちょっとこれはね、まあ、これもね、まあ、なんていうのかな、どうなるんやけど、だいぶ端折ってるから罰にしました。シマリスの好きな、食べ物というところでございまして、まずは、これミッポリンか、はい、はい、ミッポリンですと、シマリスの好きな食べ物はどんぐり、うん、うん、そう思うよね。そうだね、あ、違うんですよ、これ実は、キャラ設定でいくと、どんぐりはむしろ好きじゃないんです。だから埋めてるのか、はい、あ、うん、まあ、そういう解釈もあるね。はい、さあ、そして、ミサノコも同じくどんぐりなんですよね。はい、そして、まあ、どんぐりはどんぐりでもっていうことだったんでしょうか。オカピは、はい、あの日優しい人間が渡してくれた温かいどんぐり。どんキャラ設定になったら、キャラ設定的なワンちゃん。それにそんな埋めへん。掴みを増したので、どんぐりはどんぐりだから。そうそう、そんなちょっとストーリー設定でもいい。キャラ設定になったら爆発したりする。そうそうそう。物騒などんぐりで、ね、優しい人間が渡してくれた温かいどんぐり。確かに、うん、こうやって握ってた温かいどんぐりは違うのよ。違うの。キャラ設定上実はね、シロトドラゴンのシマリスは肉が好物なんですよ。そうなん、植物よりも肉が好きなんですわ、みたいなね。そう、アニメが好きなんです。で、あのどんぐりも実はお肉でできてます。はい、肉を固めてしたどんぐりらしいんですよ。へぇー、キャラ設定的に肉どんぐり、はい、本当にで、レベルが上がるときになんかどんぐり好きになってきたかもなみたいな、ちょっと一応ストーリーがあったりもするんですよね。実はシマリス肉食だったね。怖っ、はい、月種類は雑食って決まってなかった。実はうちのシマリスは違うっていうのがね。シマリスじゃないかもしれない、怪しいね、いうところだったらございますけれども、次ですね、グー、ネル、なんちゃらが足のモットーだ、骨、スケルトンのモットーとは何でしょうということなんです。ミッポリ、蘇るということなんです。これね、ちょっと惜しい、惜しかったんです。これ正解はですね、グー、ネル、生き返る、
が、あつしのモットーだ、骨ということで、もうこれ三角ですよ。全然もう、ほぼ正解に近いと。こういうティップスで、こういうお話が、実はあったりします。控えるのがそう、よみがえるの好きな印象が。そうそうそう。まあ、あの、実は、スキル名がよみがえりということだったので、うん、もうほぼ正解ぐらいですね、はい、三角ということなんですけども、アオペか分かった。間違い。まあ、ほどほどに働くさね。ちょっと、まあ、これもストーリー性あるよな。うらやましいよ。まあまあ、食うねるって言ってほど。社会人はメンタルが一番保たれる。確かにね。日本人大体がやってることです。確かに。日本人の大事なこと。もうそれがスケルトンだったっていうことでいくと、ちょっと深みがあるよね。深みあります。骨身に染みるみたいな感じですけど。みさの心地ですね。踊るってことで。もうこれもちょっともうハロウィン感あるけどね。めちゃめちゃいい。クーネル踊るっていうことで。骸骨ロックみたいなね。みさあるけど。あるけど。なんか新しいゲームにありそう。あるかも。クーネル踊る。スケルトンっていうこと。これもちょっと違いました。17番いきましょう、ハーピーが敵を混乱させることができるのはなぜでしょう。これもちょっと実はストーリーがあるんですよね。はい、ミッポリンは、声の音ノイズがすごい。まあ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 、確かに混乱するけどね、実は違います。これバツとなりまして、エオカピ、はい、嘘の情報めっちゃそれっぽく喋るのうまいからで混乱する。混乱しますよね。本当嘘マジ嘘本当だし、確かに混乱するかもしれんけど、私が一番混乱するのこれだな。あれどっちやろうっていうか混乱これはちょっと、まあ確かに混乱は、そう混乱はするけど違います。そしてミサノコ、自分が常に混乱してるまあこれはこれミサノコの話を言ってるわけだからミサノコが常に混乱してるだとかじゃなくて、相手も混乱するからみたいな、そういうことよね。確かに、ミサノコ言ってること分かんなくて、こっちもびっくりする。そういうことじゃないんですけど、あれな、実はね、ハーピー滑舌がめちゃくちゃ悪いって設定なんですよ。なんとかでしゅとかいうね、ティップスで実はそういうのがあって、滑舌が悪くて全然なんて言ってんのみたいな言うところ、なんていうの、要素当たってませんか。そう、なんてっていうのは確かに。さあ、ということでラスト記述っていうか、まあ、イラスト問題ですね。来ました、イラスト。じゃあ、ミサノコからいこうか。ミサノコのイラスト。やっぱ、まあ、ミサノコは、まあ、うまいか。はい。うまいこと特徴は捉えてるかな、というところではございます。で、一応ね、鬼。見てみるタイプ。ほぼ、鬼なんですけど、一応ね、手紙がしおれちゃった。そうそうそう。確かに。これ一応ポイントをつけました。髪型。うん、で顔に傷。うん、で胸元にも傷。うん、あー、そうか。でマント。マントってあるか。はい、で武器と盾。盾もあるか。総合ポイントっていうか、まあ全体的な雰囲気みたいなところですかね。でこれでいくとミサノコは、まあ、顔はバッチリだと思うのよ。結構特徴取られてますからね。で髪型もオールバックに近いところで、うん、まあ丸かなっていう。で武器はまあ片方持ってたから、はい、まあ三角かなっていうところで、まあ雰囲気、ね、走ってるから、まあ、雰囲気でまあまあ正解かなっていうところで、パンツ一丁なんだよね。まあ、マントが足りない。マントが足りないからちょっとそれっぽく見えるね。はい、はい、なのでちょっと総合点は8点ですね。はい、というふうにさせてもらいました。でそしてミッポリンいこうか。はい。かわいい、これかわいいけど意外とまあ特徴捉えてるかもっていうところでした。うん、はい、ミッポリン髪型もまあ前から見るとこんな感じだったので、うん、はい、これ丸にさせてもらいました。そしてマントの部分ね、首からちょっと後ろにもこうあるし、うん、あのちゃんと首元 の特徴取れてるんで、これ丸にしました。うん、はい、そしてブワーってオーラも出てる、うん、はい、これもまあ雰囲気的にはポイントとしてはいいかなっていうところ。であと武器片方持ってるんで三角、うん、ということで、ここ12ポイント。おお、すごい。結構高めです。はい、22ポイント中12ポイント。踊ってる。これ、踊ってる感はある。可愛い。まあ雰囲気。そう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 。オーラもあって、まあまあうまいこと表現できてるかなって。楽しそう。可愛くながらも特徴取られてるなというところでしたね。さあ、そして、もうここが白ですね、お母さん。はい、こちら。はい。はい。ほぼフランケンシュタインみたいな。いや、私ポイント部分点しか勝ち目がないって思ったから顔の傷描いたんですよ。まああるね、そう確かに。新しいキャラ、そうね、どうですか、悪ガキみたいな悪ガキみたいいうところはあるけど、まあ顔の傷でまあ丸かなっていうところと、まあ武器片方持ってますよ、あれだからまあ
まあ、半分かな三角っていうところと、あとね、まあ、全体的に走ってはいるけど、ちょっと雰囲気でいくとちょっと怪しいから三角。嘘。まあまあちょっと三角にします。全体的な雰囲気がちょっとなんかな、なんかクレヨンしんちゃんに近いところもあるから、うん、三角かなっていうところかな。4コマ長靴とか履いてるしなんか分からんけど。いやあれ長靴じゃないですよ、ズボン履いてる。ズボンじゃないのよな。ということで7点です。7点、はい、7点っていうところですかね。はい、というところで一応いろいろ見ていきました。はい、で、一応総合得点で皆さんちょっとね、はい、点数つけました。いやもう、はい、最下位の方にはちょっと補修という形で罰ゲームをいやー、はい、受けていただこうかと思っております。まずね、点数上位から発表していきましょう。はい、第1位45点1位がね、1位が45点、点数上がってる、1位がミッポリンです。はい、素晴らしい。ミッポリン、まあまあまあ、こちらお返ししましょうかね。こんな感じで、はい、ちゃんと点数もつけて、バロックの三角とか、はい、いうことで45点でございました。さあ、次点です。第2位36点オカピ。はい、はい、オカピ36点でございました。はい、まあ、100点中ね。はい、100点中です。100点中です。そして、最下位ですね、ミサノコ、100点中14点。嘘。14点です。はい、14点中8点が絵です。イラストで稼いだ、はい、あ、それ以外左の2個下すごいよ、全部×。めっちゃ×じゃん。大変だ大変だ大変だ。はい、ということでございまして、最下位のミサノコには補習として、今回のテーマでもありました2コストキャラのねモノマネをしていただきまして、他の2人が何のモノマネ何のキャラなのかっていうのは当てれば合格させていただきましょうかね。でいきましょうか。ミサノコじゃ補習ということで2コストのキャラクター、コスト2のキャラクターでね、ちょっとジェスチャーやっていただきます。はい、じゃあお二人が分かるかどうか、それではミサノコジェスチャーお願いします。喋ったらあかんった。そう、二人の顔がちょっと飛んでしてるけど、分かるかも。まあまあまあ、答えなよ。答えなよ。じゃあ、その分かった、ちなみに。うん、分かった。オッケーオッケー、分かった。じゃあ行きましょうか。せーの。ヌボボ。おお、正解です。おめでとうございます。やった。素晴らしい。お、分かった。ね、すごい自信なかったです。あの、こうだと。あ、まあそうだよね。尖ってないしなって思って、あの、シマリスかなって最初思ったけど、耳で。でも、別のことやるようなシマリスなら。なるほどね。あ、ということでございました。ヌボボ、正解です。おめでとうございます。はい、ということでございまして。まあね、ちょっとね、もう補習は受けてほしくないんだよ。はい。はい、せめて60以上取ってくれ。はい。はい。難しかった？難しかったけど、勉強していたところが思い出せないっていう、多分前回も言ったかもしれない。そういうのが多くてすごいもどかしかった、まあね。まあそういうのはあったか。思い出さなくてもいいぐらい頭に叩き込んでないといけない。一夜漬けはね。そうですね。ミサの子はコスト2と3がすごい混ざりまくってて、まあそうか。で、最近使ってないコスト2のキャラがすごい出て、あ、持ってないキャラが多かったので。確かに。テスト勉強頑張って、そうね、なんか3人にさっき話聞いてたら共通して分かったのは、なんか本当にコスト2のキャラクターをあんま使ってないと思うので、ね、いうのはありますけど、コスト2のキャラはさっきね問題にも出してたように召喚数がちょっと他より多かったりするから、はい、まあ、要するにキャラ切れが起こしづらいっていうのもありますし、あと砦選挙キャラも結構多かったりしますね、はい、砦選挙できてキャラ数が多い召喚数が多いっていうのはだいぶね、大事ですから、はい、それも考えて深くしていただければと思います。はい、はい、さあということでミッポリはいかがでした？いやー、でもこのテストめちゃめちゃ難しかったのと、やっぱそのニコスキャラのちょっと大事さに気づけたかもしれない、うんうん、なんか私キャラ切れを起こしやすくて、うん、なんか2キャラ薄いなと思ってたんですけど、はいはいはい、なんか2キャラでも結構使えるスキルを持っててる子が多くて、ね、うん、まあ、中大以上もそうだし、うん、だからちょっともう一回勉強しようと思います。そうね、うんうん、確かミッポリ特にコスト3以上のキャラ多かったりとかするから、うんうん、それはあるね。火力は出せるけどキャラ数が少なくなっちゃってみたいないうのはありますからね、うん、そこも少しバランスよく入れてもいいかもしれない、うん、は
ということでございまして、今回のすくすく白ドラ養成所は以上ということでございます。白ドラ実力テストよかったらまたやってほしいという方はぜひともコメント、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。3人へのね、叱咤激励もよろしくお願いします。はい、ということでチャンネル登録もねぜひお忘れなく。はい、それでは次回の配信もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。